皆さんこんにちは、まいこでございます。最近寒くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで今日は私が大好きな韓国ブランドのクリオから、私のおすすめのみんなに絶対買ってほしいって思ってる、アイテムをご紹介していきたいと思います。クリオはね、多分私今までのメイクアップ動画でもかなり何度も紹介してきてると思うんですけども、大好きな商品が本当にいっぱいあって、クリオって割とバンバン新しい商品出してるイメージだとは思うんですけど、最近発売されたもので結構好みにドンピシャだったやつがあるので、それも合わせてご紹介していけたらなと思います。今日はですね、私の大好きなクリオのアイテムから6点ご紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。まず一つ目は、新作、秋冬の新作です。プロコントゥアパレットミュートヘーゼル、コントゥアパレットですね、シェーディングパレットになります。シェーディングが4色入っていて、これがハイライトカラーで、これがね、グリッターになってるんですよ。だから正直このグリッターはあんまり使わないんですけど、このコントワっていう意味ではちょっと使いづらくて使えてないんですけど、それ以外の5色はもう抜群にいいの。なんかさ、コントワパレットとかシェーディングのパレットに入ってるこういうハイライトって使わないことが多いんだけども、まずこのハイライトがめちゃめちゃ可愛い。しっかりね、白っぽくハイライト、高いところを強調してくれるんだけど、オレンジかコーラルっぽい変コパールっぽいのが入ってて、お肌なじみもいいし、いい雰囲気っていうか、なんて言うんだろうね、普通のなんかシャンパンゴールド のありきたりなパールじゃなくて、ちょっと変わったね雰囲気も出せるっていうので、私はこれすごく愛用しています。このね、残りの4色もトーンのバランスがめちゃめちゃ良くって、まずこの薄いベージュトーン、色白さんでも使えるお色だと思います。これがかなりクールトーンのベージュ、これの同じトーンぐらいのウォームトーンのお色と、これがかなり暗めの茶色になってるんですけど、私顔周りをまずふんわりこの2色を混ぜてシェーディングして、顎の下を削るのにこの一番暗いお色を使って、でもうちょっと暗めにしたい時にこれをちょっとプラスするっていう感じで、もうちょうどね、ちょうどいいの。なんかトーン合わないんだよねっていうシェーディング結構あると思うんだけど、これはね本当にちょうどいい。あと粉質もすごくよくって、肌が綺麗に見える、なんだろうな、サラッとした感じに仕上げてくれるので、結構崩れにくいんじゃないかなと私は思います。混ぜることもできるし、単色で使えるし、広い大きいパレットっていうのも私は好きなポイントの一つです。シェーディング好きでいろんなブランドの子を買っちゃうんですけど、今ねこれに落ち着いてるかな。これと同じシリーズなのかな、これのチーク版の、ブラッシュパレットミュートペタルっていうのもあって、これもすごくよくって、この3つがマットのチーク、これがちょっとパールが入ったチーク、これがまた同じようなプリズムラメになってんだけども、これもすごくね、トーンがそれぞれちょうどいい色合いっていうの、今ちょうど流行ってるやつ全部ここに入れたみたいな、本当にいい色合いなんだけども、私今他に気に入ってるパレットのチークがあって、そっちばっかり使ってるので、これはあんまり使ってないよっていうだけの話で、これもおすすめです。なんかね、これどっちもね、ほんと粉質がよくって、お肌を綺麗に見せてくれるフェイスカラー、フェイスパウダーだと思ってます。次はこちら、ステイパーフェクトノーセバムブラーパクト、開けるとこんな感じになって、パフが入っていてパウダーになっています。ミラー付き、パフ付きです。これね、ほんとサラッサラになるの。今日ちょっとお肌の油分多めだなっていう時にこれを使うと、本当にサラサラに仕上げてくれるっていうか、私の場合混合肌なので、このおでことこの鼻だけめちゃめちゃギトッとする日とかあるんですよ。そういう日にこれは使いたいアイテムですね。本当にサラサラになるから。あと持続力がすごいの。これ使った日はあんまりお直ししてないかなって気がします。私はいつもこの大きめのフェイスパウダー用の柔らかい毛質のものでこうふわふわっとのせるんですけど、私このねパフあんま使わないんだけど、でもついてるってことは多分パフ使った方が綺麗になるんだろうね。あ、意外と使いやすいわふわふわサラサラのマシュマロ肌、マシュマロ肌になれるパクトって感じです。次はティップ、マットベルベットティントでございます。まあよくあるチップタイプのティントになっていて、ちょっと前からねある
やつで、ウォーターティントのベイルティントデューイタイプっていうのと、マット寄りのベルベットティントのマットベルベットがあるんですけど、私はもう断然マットベルベット派で、もうすごいね使いやすいんですよ。私が中でもお気に入りなのがこの3色で、2番のレッドシーカー、5番のグレイズドモカ、8番のコーラルアピール、この3色がお気に入りですね。どれもね、イエベ肌にしっくりくる色味かなっていう感じでね。なんだろう、このすごくねぼかしやすいって、今テカってしちゃってるけど、こう余分な分を取り除くと分かる、このふんわりすごい綺麗な感じにぼかせるんですよ。このふわっとした感じの質感がめちゃめちゃ可愛くて気に入っています。あとこのねコーラルアピール、これがね案外よくって、私ザ・韓国ティントのあのネオンのコーラルとかネオンのピンクとかってめちゃめちゃ似合わないんですけど、これはちょっとだけくすんでて、あの肌なじみが割といいので、ふんわりこうこのねぼかしやすいっていうあの特徴もあるので、ちょっと明るめの色をどうしてもつけたい日とかにはね、これはよく使います。これもほんと可愛いの、見てこの縦シワがねなぜか消えるっていう素敵な特典があります一応ネオンなんだけどすごい馴染むんですよ。これほんと可愛いんだよね。うん、そう、あとねすごくいい匂いがします。なんかモカとかチョコとかココアとかなんかそっち寄りの香りが全部するので、このね匂い付きも苦手な人結構いると思うんですけど、私匂い付き結構好きなので、それも好きなポイントの一つです。はい、次はねちょっと鉄板かもしれないんですが、こちらもうみんなこれ好きよね、プロアイパレット。この間の動画で新色2色レビューしたと思うんですけども、他にもうこれとあともう1色ちょっと今見当たらなくてあのないんですが、この2つともう1色あと3色全部で5色あります。私がね一番気に入ってるのは今ここに実はない色で、01番のシンプリーピンクっていうやつなんだけど、そうどれもねめちゃくちゃ可愛いです。どれ買えばいいか分かんなくてメイク初心者ですっていう人はとりあえずこれ買っとけばいい。ブラウンシュー02番で、まあ一般に受けするあのブラウンパレットで、ちょっとねピンクブリック寄りの色がこう混ざってて、こう使いやすい感じになってます。このパレットのいいところはですね、まずブラシがついているっていうのと、ここに小さな鏡がついてるんですよ。ちょっと私このパレットも使わないのでこのシールつけっぱなしなんですけど、あとこのマットとラメとサテンとこのプリズムラメ、このキラキラ、このまだらになってるあのラメ が入ってて、まあ、10色もあるかな、まあ、いろんな質感があって当たり前ではあるんだけど、このバランスがすごく良くて、はい、すごくおすすめなパレットでございます。このブラウンシュー以外はどれも赤みが結構強めなタイプではあるですけど、なんかこう一応ねこれがコーラル系、これがラスティットローズ、ストリートブリックってちょっと赤みの強い茶色系みたいなあのやつで、もう一つのシンプリーピンクが、あ、このラスティットローズをちょっと淡くした感じって言えばいいのかな、うん、っていう色合いです。でもほんとねこのプリズムラメがすごい綺麗なのよ。これがのプリズムラメのところだけ4種で比較したものです。2番ブラウンシュー、3番、4番、5番です。これすごく大好きなんですけど、初期の123、あ、今買ったら良くなってるのかな、あのちょっと分かんないですけど、私が持ってるやつはこのラメ系が結構落ちやすいんですよ。このね新しい新色の2つはそうでもなかったんですけど、落ちやすいのでこうファンデーション塗る前にアイシャドウやってあげるか、まあ、それかアイメイク終わったらしっかり何ミストかけてこう固めてあげるか、まあ、どっちかにしてあげた方がいいかなっていう感じがします。まあでもねこの色の可愛さに勝てるもんはないって感じ。ほんと可愛いもん、クリオさんいい仕事してますねって感じ。うん、可愛いです。次、多分私この中で一番好きじゃないかなって思うくらい溺愛しているアイテムがマスカラでございます。スーパープルーフマスカラ、これは絶対買ってほしい、これ本当にいいから。私が一番よく使うのはこの2つで、ボリュームカールタイプとロングカーリングタイプ
で、だったらこのカラーマスカラ、私が持ってるのはローズブラウンとチョコブラウンです。このマスカラのいいポイントは2つあって、まず全然落ちないっていうのと、2つ目がカール力、カールキープ力がものすごいっていう2点がね、私のすごく気に入っているポイントです。私本当にまつげが直毛、直毛直下型なので、塗った瞬間からデューって落ちちゃうんですよね。きっと共感していただける方多いと思うんですけど、もう本当にデューって落ちて、で乾いた後にビューラーあげるからちょっと取れちゃうみたいな、のがすごいめんどくさくて、で一発でこのキープしてくれるのないかなと思っていろいろ探してたら、ヒロインメイクのねマスカラもすごい私好きなんですけど、あれもう落ちなさすぎてびっくりするぐらい落ちないじゃないですか。あれそれがちょっと難点で、でこの子を試したらめちゃめちゃ良かったのでずっと使ってるんですけど、あとこれブラシがねすごくちっちゃいんですよ。これがすごい塗りやすいんだよね。すごいちっちゃくて、こっちは繊維が入っております。と最初に塗ったのがチョコブラウンで、こちらがローズブラウン。どっちもロングタイプなので繊維がたっぷり入っていて、まつげをしっかり伸ばしてくれるので、なんかほんわーかした雰囲気出したい時にこれは使えます。ほんと可愛いんですよ。めちゃめちゃおすすめです。次はこちら、もう動画で何度も何度も使ってると思うんですけども、プレステップポアプライマー、毛穴を埋めるための、プライマーです。今日もね使ってるんですけど、私だいたいこのたるめ毛穴を埋めて、ここのテカリを抑えるっていう感じで使ってます。これは肌に馴染んでこう薄膜に伸ばしやすくって、ここだけじゃなくて広範囲に広げてもそんなに不自然じゃない感じなんですよね。表面もちょっとマットにしてくれる感じでございます。こんな量とか絶対出しすぎなの。うっすら色はのってるんだけど色は全然つきません。透明です。こんな感じ、もうほんとこのぐらいでやっちゃうと厚塗りになっちゃうので、この4分の1ぐらいでいいかな、今回の使用量。でもサラッサラだもんね、毛穴ゼロ。毛穴埋めるタイプの下地を探してる方、はい、おすすめです。安いしね。はい、というわけでこれで全部みたい。意外と早かったわはい、というわけで、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したもの本当に私おすすめなアイテムばかりなので、クリオのオンラインでねショッピングするとか、韓国に行ってお買い物するとか、新大久保行くとかっていう時にね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、それでは、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!